釣りに訪れていた滋賀県の男性が海に転落し、海上保安部が捜索に当たっています。敦賀海上保安部によりますと、今日午前7時過ぎ、敦賀市の白木漁港にある防波堤で一緒に釣りに訪れていた知人が海に転落したと、滋賀県内の男性から通報があったということです。海に転落したのは、滋賀県東近江市の会社員、川島誠也さんで、海上保安部が巡視船を出すなどして捜索に当たっていますが、見つかっていないということです。川島さんは、釣りをするため知人の男性と今朝6時ごろから漁港を訪れていて、防波堤にある波消しブロックの上にいたところ、波を受けて海に転落したということで、当時救命胴衣は着用していなかったということです。今朝は風や波が比較的強い状態だったということで、海上保安部は引き続き捜索に当たるとともに、転落した詳しい状況を調べています。
ですよ。あ、はい、はい、残念ですね。まあ無事で見つかるように願うしかないんですけど、今日朝起きてボート出そうと思ったらちょっと天気がね、ちょっと海が荒れてて、ちょっとやめましょうってなって、安全な場所探してる時にラジオで、海上保安庁のラジオで聞いたら、ちょうど近くで人がテトラから落ちて、で見に行ったら靴、まあブツね、浮いてて、ブツ右左両方浮いてて、で、まあ二人で釣りて、テトラから全て落ちたということで、まあ、そういう日ね、もう釣りたい、もうせっかく休みやのに行きましょうってなるんですけどね、行ってもう家族の元にもう戻れへんかったら意味ないですね。まあ、皆さん気をつけて釣りしましょう。Thank you.